やっほー、あやでーす。はい、今日はですね、今生理ナウなんですけど、やっぱ生理ナウの時って甘いものがね、欲しくなる時期なんですよ、女の子。ということで、夜中にコンビニのスイーツ食べまくってみたー。イェイイェイ、久々にイェイイェイ行った、イェイイェイ。ということで、今からね、この1,2,3,4,5,6個、6個しか買えませんでした、すいません。まだまだ底辺 YouTuber です。ということで、早速食べようと思います。シャシャシャーす。じゃあね、早速私が今一番ハマってるこれ、とろける生チョコってやつ。もう私これマジで今めっちゃハマってて、これみんなね、食べたことない人セブンで売ってるからガチ食べてみてほしい。なんか多分普通にさ、生チョコのさ、市販とかで売ってるやつあんじゃん、それよりもはるかにうまい、はるかに全然に全然に全然にうまい。いただきまーす。うーん、うーん、うーん、うますぎる。これほんとおいしい。唇すごいことになってんだけど、北海道のさ、なんか生チョコみたいなやつあんじゃん、あれめっちゃ好きなんだよね。あれと試せんぐらいうまい、これ。じゃあこの生チョコ餅食べてみようかな。これめっちゃ気になってた。3個しか入ってねえのかよ。いただきまーす。うん、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 うまっ。生チョコ餅って感じ、そのまんま。ダメ、ねえ、あんた食べれないって言ってるでしょ、さっきからダメって言ってるでしょ。ちょっと目見て、ダメ、食べれない、あんたはごめんなさいって言って。いいよ、ダメ、ね、こいつ切っちゃダメ、食べれない。こいつ付きしないとダメだからね、本当に。こいつ食べれると思ってるから、マジで。次は、これもね、めっちゃ気になったの。これはファミマで買ったんですけど、いちごがまるっと入ってるみたいなの書いてある。これも食べまーす。ん今はまだホイップと餅だけ。いちごどこにあんのこれ。いちごが見えてきた。なかなかいちご食えねえの。なんかさ、この絵でさ、いちごがまるっと、いちご丸ごと一粒入ってますみたいな、こんな感じで書いてあるからさ、結構もっと大きめのいちご入ってるのかと思ったら、めっちゃちっちゃいの、いちごめっちゃちっちゃいじゃん。もうなくなったからね、今の一口で。いちご完全にサムネ詐欺です。仲間ちゃんと一緒です。でも美味しい、これ。このいちごなんとかみたいなやつ、なんかさ、生理の時ってさ、何に対してもイライラしちゃうじゃん。アンチとか、普段さ、そんな気にしないのね。気にしないの、あんまり。だけど、生理の時だってガチでイライラするの、アンチに対して。ガチでイライラしちゃうのね。で、なんかさ、アンチにさ、やっぱこう、言い返してるとさ、ダサいみたいな風潮あるじゃん。でもなんか、あやもそういう考えなのね。いや、アンチにこう、言い訳してるのダサいよなーみたいな考えなんだけど、生理の時は、なんかほんと我慢できないの、アンチに対して。だから、ツイッターでアンチ来たやつブロックしてやった。イライラが止まんなくて、なんかアンチで、なんかお前は下品なんだよ、みたいな。動画でそういうゲップとかマジしないでくんね、みたいな。普通に下品だし、ほんとなんか、そういうことバーって書かれて、じゃあ動画見ない方がいいと思います。話は簡単ですって返したの。そしたらなんか 3秒ぐらいでまた返信返ってきて、おめえの動画なんか見たくねえんだよ、みたいな。見てねえし、みたいな。なんか見てる体で話すのやめろよみたいな帰ってきたか、即ブロックさせていただきました。すいません、ありがとうございます。もう本当に生理の時ってなんかちょっとなんか普通、今まで普通にアンチとか全然普通にいるのに何も感じてないのに、生理の時だけやたらなんかめっちゃイライラしちゃうの。そのイライラしてる自分にもイライラしちゃうの、わかる。本当に生理ってうざい。なんかね、最近ね、私結構生理痛とかもなくて、なんかその気持ちとかも別にそんな変わらないタイプだったのね。なんか女の子、生理の時はもう なんかイライラすごくなっちゃうとか、なんか涙もろく、なんでも泣いちゃうみたいな子が結構周りにいて、私そういうのあんま、なんか理解できなかったんだけど、最近本当に生理痛もちょっと来るようになったし、情緒不安定になるのもなんか感じてきて、やっぱ二十歳になるとなんかやっぱいろいろ変わってくるみたいな。生理痛とかもどんどんなんか出てくるしみたいなと友達に言われて、で、あ、やっぱ二十歳過ぎたからかなと思って。関係あんのかな、わかんないけど、とりあえずこのバター香る焼きチーズタルト食べまーす。おいしい。うん、じゃあ次、このもっちりクレープ、これ初めて食べる。結構さ、これ前からあるよね。ん、え、おいしくない。ごめんなさい、好きじゃない。クレープを想像してたからだ。全然クレープじゃないんですけど、なにこれ。多分美味しいんだろうけど、想像してたやつと違うやつ来るとうってなるじゃん、わかる。だから別にまずいとかじゃなくてうってなるじゃん。それになってる今。もうプリンで逃げよう、君だけのプリン、お前しかいないプリン。最近なんかさ、これも生理だと思うんだけどさ、自分って
一人だなと思って。大人とかさ、こう先輩とかってさ、やっぱさ、若いうちは恋愛した方がいいよとか言われるじゃん。それイライラしてたの、普通に。いや、なんでお前らに恋愛しろとか、若いうちに恋愛した方がいいとか、恋愛が一番なんか人生経験だよとか言われるの嫌いだったの。なんか恋愛で全て脳を回ってる人いるじゃん。わかる？なんかさ、恋愛が全てみたいな人いるじゃん。なんか、あ、そういう考えあんま好きじゃないよね。恋愛が全てだと思ってないの。普通に恋愛じゃなくても、友達とこう楽しいことがあれば全然それでいいし、なんか恋愛を全てだと思ってる、考える人があんま好きじゃなくて、いやいや、ちげえだろみたいな。恋愛が全てじゃないだろみたいな感じで思ってたんだけど、なんかそれをなんか生理中の時とか、そう、大人とかに言われた言葉を思い出すと、自分って本当になんか、大した恋愛をしてきてなくて、大丈夫なのかなって思い始めてくるんだよね。その時は何も思ってなかったことをさ、こうパッて思い出したらさ、あー確かにそうかもなーとか思うと、ちょっとなんかね、なんか恋愛したいなーって最近思ってる。恋愛とか、うまい君だけのプリン、ダメって言ってるよね。ダメって言ってるよね。え、泣いてんの？かわいい、大好き大好き、愛してる。今日映画見てて思ったの、やっぱ運命の人とか、やっぱあなたは運命の人だったみたいな、ルンルンハッピーエンドみたいなやつが多いと思うんだけどさ、私運命の人も信じないタイプなんで、そういうのも問題なのかな、シンプルに。いや、いるかもしんないよ。でも運命の人っていうよりそれ運じゃね。え、運命と運って一緒？あ、現実しか見ない人なのね。結構現実を見ちゃう人だから、占いとかも嫌いだし、でも血液型はどういうタイプとか、なんかそういうのは信じるんだけど、血液型はこういう人が多いですよねみたいな、そういうやつはめっちゃ信じるんだけど、運命の人がいるのならば今すぐに出会わせてほしい、頼むから。もうさすがに。で、この間っていうか2月14日に大阪でなんかイベントが、バンタンっていう美容学校のイベントみたいなやつがあったんだけど、それで抽選で60名見に、ダメっつってしょ、何回言えばわかんの。抽選で60名に当たるみたいなやつでやったんだけど、それでなんか、まあ、応募どんくらいあったんだろうと思って応募の数聞いて、まあ100件行って200件ぐらい行ってればいいなと思ったんだけど、600件来てたみたいで、本当にありがとうございます。当たらなかった子も本当に申し訳ないんですけどね。こう改めてね、大阪でオフ会をできたらなって思います。コロナでできなかったんですけど、前回は。そう、それでなんかその中に、すいませんみたいな、私 JP のリアコなんですって言ってて、え、JP にリアコ、人生で初めて聞いたって言って、それで本当に JP のことめっちゃ好きで、楓じゃなくて私を選んでくださいって言っといてくださいって言われて私串カツ田中も全然いけますみたいな、めっちゃおもろかった。 JP のリアコいるんだと思って、本当か嘘かわかんないけど、でもガチっぽかった。びっくりした。 JP のリアコです、初めて聞いたもん、リアルに、人生で初めて。でもうなんか大阪行って、ね、大阪の時もその時もまだ夜8時までとかだったから全然どこにも行けなくて、まあ、夜ご飯を食べに行こうみたいな、ピグモンとなって夜ご飯食べに行ったんだけど、鉄板料理屋さんみたいな、お好み焼き屋さんみたいなところに行ったんだけどね、なんか目の前でこう焼いてくれるのね。でその時になんか、何歳ですか、焼いてくれる方が女性の方で、何歳なんですかって聞いたら、19歳ですって。え、みたいな、19歳って言って、私のことを知ってくれ、あ、知ってますみたいな言ってくれて、えみたいな。そこもさ、普通って言ったらだけどさ、ちょっとさ気づいたらさ、え、中町愛さんですかみたいな言うじゃん。だけど言わないの。それもなんか大人の対応と思って、すごい19歳だなと思って、あ、ご存知ですみたいな、言ったらちょっと失礼なのかなと思って言わないようにしてましたみたいな言ってくれて、何この配慮みたいな、いい子すぎると思って、19歳すごみたいな。美味しかった、めっちゃ夜ご飯。あ、そう、それでなんかスターリーズさんのお家でこのコラボ動画を撮らせていただいて、スターリーズさんの家に行ったんだけど、なんかまあまあ田舎なのかな、結構大阪の中じゃまあちょっと田舎の方なのかな。それで結構山とかあって、まあお昼とか12時ぐらいだったから、高校生とかも普通に授業受けてる時間だったからさ、全然高校生とかもいなかったんだけど、一人こうチャリ通で来て、え？みたいな、え？みたいな来て、それで、え？中町愛さんですか？みたいな言ってくれて、あ、はいみたいな言って、私この学校に通ってるんですよみたいな、え？何してんのこんな時間に言ってたら、寝坊しましたみたいな感じだったから、早く写真撮ってたで行きなって言って、でね、学校でめっちゃはやちゃん流行ってるんですよって言ってくれて、めっちゃ嬉しかった。大阪のこの学校でも中町愛っていうのをこう知られてるっていうこと。だって多分さ、全国、この日本のさ、全国どこ行っても多分さ、一人は中町愛を知ってる人がいるかもしれないってことじゃん。
そう思うとガチすごいよね。全国にさ、いやわかんないよ、全国にいるかわかんないけどさ、なんかこうやって大阪でイベントしたのが人生で初めてだったから嬉しかった。なんかもいろんなところでやりたいと思って、北海道もそうだし、で来れない、なかなかさそういうイベントとかでさ都内っていうの北海道の方に行けない子のところとかもさ行きたいしさ、全国の私のことを知ってくれている方に会いたいから沖縄とかも行きたいし、このコロナが収まったらね、いろんなところに行ってイベントしたいなって思いました。はい、こんな感じでね、もう夜中の2時半頃、もう本当にお昼ご飯食べるときに一緒にデザート買ったんだけど、お風呂入って寝るだけなんですけど、明日の肌の治安が本当に怖いです。こんなに生チョコ食べてチョコ食べて、ちょっと肌の治安が怖いんですけど、こんな日もあるよっていう感じでした。皆さん生理のときは一緒にこれを見て食べようね。ということで終わりまーす。バイバーイ。